五軒屋駅はかつて岡山県倉敷市福田町浦田五軒屋にあった水島臨海鉄道の駅である。現在の福井駅と浦田駅の中間あたりに置かれていた。戦時中に三菱重工業水島航空機製作所は空襲撃破により1945年5月から重要設備を分散疎開させていた。そして、 裏田にある山の斜面には五軒屋、松疎開工場が建設され、五軒屋駅はそこで働く行員が乗降するために使用されていた。戦後は地方鉄道の駅として営業を開始し、1955年製作の映画、麦笛のロケ地にもなった。しかしモータリゼーションの進展によりバス停近くにあった同駅の乗客数が激減したため、 倉敷市営鉄道時代の1968年10月に休止、そして水島臨海鉄道発足後の1976年12月に廃止された。水島臨海鉄道50周年記念貢献、入場券セットに載っていた、当時の写真より、ハット AB、臨鉄水島臨海鉄道沿線手帳倉敷、p ーポ探偵団が行く。 倉敷商工会議所青年部産学連携委員会2017年 AB 疎開工場跡にある五軒屋松疎開工場の給水等説明英版 ABC 水島臨海鉄道少子ありがとうございます